はい、こんにちは。おそらく YouTuber の中で私が唯一 MMORPG をやりすぎて体を壊し入院しためぐみでございます。それと矢顔で言うことじゃないよね。というわけで、今回持ってきたゲーム、これやばいですよ。黒騎士と白の魔王、もう私のね、その DNA が今爆発しております。爆発してます。これ5月ぐらいにリリースされたもので、私はねプレイ始めたのは2週間ほど前なんですけど、まあ、やってる方はわかるんですけど、今ねランク51の戦闘力3623なんですけど、2週間でどうやってそんな風に上げたのって思うかもしれませんが、簡単です。私24時間オンラインです。24時間オンライン。私オフラインには基本ならないですね、今のところね。まあどういうことかっていうとね、今これにメイン端末移してますけど、こっちではやってないので、これ今キャプチャーで出してますけど、こっちはほらメール読んだりとかね、ニュース読んだりとかするでしょ。私ゲーム用端末あるんで、こっちでずっと周回です。ずっと周回、寝落ち、もうこうあっって終わってね、そのクエストが終わって朝起きると、あ、終わっ、あれいつ寝たみたいな。そのままオンラインですから、私はずっとオンラインです。そこ自慢するとこでも何でもないんだけれどもね。で今回企画として、先にね趣旨をしゃべると、全5回をイベント企画しております。でイベントが5回目にあると思って、で1,2,3,4 回目はうちの動画で出しますと。で5回目にみんなで降臨に挑もうっていう企画になってる。私と同時にシロア君、ギコちゃん、ジャジャン、菊池さんというね、3人で始めてるんですね。といっても、他の方、先に始めてる方が大体だったのかな。特にシロア君なんか初日からやってるみたいなんで、もうすごい進んでるんじゃないかなと思うんだけど、だこっからで頑張って追いつかなきゃいけないわけですけど、そんで5回目のそのイベント、その4人で、私入れて4人で遊ぶんだけど、それは難しいと言われてる降臨クエストはロキっていうのがあるのね。ロキに挑戦するんですけど、うちのチャンネルでは動画を出しません。シロア君のチャンネルにみんなで集まって、そこでロキ倒そうぜっていう企画になってます。まあ見事ねロキ倒せればいいんだけど、私は多分一番始めるのが遅かったんで、足手まといにならないようにね、毎日24時間やっていこうかなと思ってるわけ。別にこれで、ね、やんなきゃーとかじゃなくて、本当にやばくて面白いんですよ。どういうことかっていうと、あ、もしもし、私だけど、うん、うん、あ、さっちゃん、うん、すごい面白いゲーム、うん、ある、うん、やろつって、皆さんご存知、一緒にゲーム実況なんかね、うちの動画でも出しておりますね。さっちゃん、友人のさっちゃんに声かけたんですよ。さっちゃん、じゃあちょっとやってみるわ、つって始めたら、ハマっちゃって、お互いハマってしまったというね。これもう、わかるでしょ、どうなるか。どうなるかみんなもうわかるよね。うちの動画見てくださってる方は。ギルバトっていうのがね、1日2回あるんですよ。まあ、それは後で喋りますけど、で、私、ギルバスやってるんで、時間設定ができるのね。で、今、お昼12時と夜19時とかに設定してあるんだけど、12時になるとね、こう、だるわけよ。うん、電話鳴ってくるわけ。うん、あ、そっちゃんどうしたって。めぐさん、ギルバト、早く、すまねえですよ。今行く。え、もしか逆よ。さっちゃん、さっちゃん、ギルバト、ギルバト、早く早く早く、一回繋がんなかったの。さっちゃんがギルバト入んないのよ。オンラインなんないの。でも、どうしたのって言ったら、メグさん、今、バイト。そんなこともありましたね。ありましたね。だって今日もね、一日やってたからね。だから12時で待ち合わせじゃないけど、そう、ギルバトが終わった後に、二人でずっとし何かしら周回してるみたいな。アイテム集めたりとか、やってる感じで、非常に今楽しんでます。で、ゲームをね、ちょっと説明したいんですけど、これね、まずゲームとして素晴らしくよくできてる。MMORPG ではない MO なんだけど、
MO じゃあ何が違うのっていうところを説明すると、街とかダンジョンとかフィールドがないんですよ。だから移動が全部とっぱらってあって、バトルに特化してます。育成とバトルに特化してあるのね。だバトルがまずすごいよくできてる。で、複雑、そんな複雑でもないんですよ。結構シンプル、まあ、単純っていうわけではないですけど、だけどすっげえ奥深いのね。連携とか取んなきゃいけなくて奥深い。本当に連携ちゃんと取んないと、あの降臨とかクリアできないですよ。敵が例えば全体スタンを打ってくると、それに対してあの召喚が始まったりすると急ターンとか勝ったりしてゲージが出るんですよ。それは敵味方全部出ちゃうから、相手もこっちも分かっちゃうんだけど、対人戦だとね出てる。そうすると、あ、殺されちゃう、スタンじゃねって言うと、サッチャがスタンバリアバーって全員やってくれたりね。で、間に合わなかったりするとさ、あのもうあれ死ぬなと、あれやられちゃうなと思ったら、あのすぐやられた瞬間蘇生が入るとかっていう連携もあるし、まあデバフとかバフ関係なんかもすごい深くて、そういうね、連携取るっていうのが必須、必須っていうか、まあ連携取ってこそっていう難易度になってるんで、そこはまず面白いですよね。もう一つはやっぱりネットゲーってキャラを育てるのが面白いんですよ。レベル上げて装備集めてドヤなんですけど、そこもやっぱね、あのバトル特化なんで、すごくよくできてるというか、シンプルで、ね、面白い。やっぱりネットゲーの基本をよく押さえてあるなと思いました。でね、もう一つ言うと、これ画面にねスタミナって出てるでしょ。だからスタミナ制なんですけれども、それだとがっつりね、その周回とかってできないじゃんって思うかもしれないんだけど、これスタミナね、これ私が思ってるだけかもしれないけど、合ってないようなものだと思うんですよ。というのも、スタミナ切れたら、今ゲーム内通貨、これ私のアカウントだと223,649キルっていうのがあるんだけど、ゲーム内通貨でスタミナ買えるんですよ。5000ギルかな。で、安くなってると1000ギルとか2500ギルで買えちゃって、だ今20万あるってことは、5000ギルなんてビビたるもんじゃん。さらに5000ギルでスタミナ薬買って、クエストだったり降臨を周回すると、必ずとはやっぱり言えないかもしれないけど、今んとこ私がやってた感覚は必ず、あの5000以上は稼げる。だから、やりたい人はそれやってればずっとできる。実際私、サチャってずっとそれで一日中回してますからね。さらに もう一つ言うと、降臨とか時間が決まってる。クエストってあるじゃないですか。で、2時間限定とかなんだけど、それすらもゲーム内通貨でチケットって言ってチケット買って開くことができるんですよ。そうすると、それはね、チケットは一応バザーって言ってプレイヤー同士の売買で買うものなんで、今後わかんないけど、今のところはチケットを例えば5枚とか買ったら、だいたい5枚以上はドロップするアイテムが。だからね、そういう意味じゃずっとできるんで、スタミナは合ってないようなものかなと私は思ってる。だからいい意味でね、すごく MMORPG の肝を押さえたゲームかなと思ってますね。で、あとね、もう一つ喋らせていただくと、アニメーションすごいんですよ。ちょっと流しますけど、アニメーションがすごくて、昔のね、古き良きというほど古くないかもしれないけど、 JRPG を思い出す。 JRPG ってさ、ゲームのストーリーを進めて、ムービーが入って進めて、ムービーが入って進めて、ムービーが入ってっていうのが王道っちゃ王道だったじゃないですか。これもムービーって言っても、スマートフォンのね、ゲームで、あのオープニングだけムービーとかじゃなくて、ストーリー進めて、ちょっと進んだらムービーが挿入されて、ちょっと進んだらムービーが挿入されてっていう、そのムービーがまたよくできてんだよね。すっごい作り込まれてるアニメが。で、声優もね、豪華。私の好きな結城葵さんとかね、もう参加されてるんで、これ私に与えてはいけなかったゲームかもしんないね。まあゲームやりながら説明しようかな。あ、まあちょろっと説明すると、その奥深さっていうところで、ジョブがね、ロールって言うんですけど、ファイター、そしたらハンター、ヒーラーってあって、それが2次色3次色って分かれてくんで、その中でタンカーがいたり、バッファーがいたり、デバッファーがいたり、ヒーラーがいたりね、
ていういろんな役割があるんで、それもあもうゲーム出しますか、それ説明しときましょうよ。もう本当に喋っちゃうんだよこれ。いいよいいよ、じゃあ画面いきましょう。え、ゲーム画面、ゲーム画面来ると思った、来ると思った、まだですよまだです。聞いてくださいこの音楽。なんと今回、黒騎士と白の魔王は影山翔太さんと下村陽子さんがコンポーザーをやってます。二人ともね、私の大好きなコンポーザーですよ。影山翔太さんといえば私で言うとね、あんなゲームやこんなゲームやそんなゲームやあんなゲームで手掛けてる方で、下村さんといえばもう今ね、あんなゲームこんなゲームそんなゲームそんなゲーム、もう昔もあんなゲームでたくさんね、いい曲を手掛けてきてますよ。で、このオーケストラすごくない？これプラハのドボルザークホールで、なんとチェコフィルハーモニー管弦楽団の演奏、プラハのドボルザークホールでチェコフィルハーモニー管弦楽団の演奏だそうですよ。すごくない？バトル？バトルの音楽好きなんで私、バトルちょっと聞いてくださいよ。ちょっとね、画面直撮りで非常に申し訳ないんですが、このバトル、このギターで、ギターかっこいい。いやー音楽はいいよこれ、音楽いいよ。やっぱりゲームって総合芸術なんで、まあ、もちろんゲーム性一番大事ですけど、絵があって音があってシナリオがあって総合芸術なんで、これ盛り上がるね盛り上がるね。グラニーさん、サントラを早く早くサントラを私にお届けいただけるとね、発売いただけるとね、これです幸いですね。というわけで今度こそゲーム画面いきましょう。こちらが、私がね今やっているアカウントね、2週間でここまで来ましたよ。これぞまさにハイプレイってやつですね。で、そうだな、まずさっき言ったジョブをお見せしますね。で、私がやってるのはソーサラーなんですけど、ソーサラーこれ今3次色まで行っているんで、まあウォーロックとエレメンタルロードを使い分けて、でも今ハイサモナー取ろうと思ってハイサモナーに移動してます。移動っていうかこっちも育ててます。でこれジョブボード見れば分かるんだけど、こういう風なツリー型になってて、ちょっと分かりづらいかもしれないんだけど、アイコンの左下にオールって書いてあるのはパッシブ、転職しても使えるっていうやつね。あとはこの職業でしか使えないとか、ソーサラーでしか使えないとかっていう風になってるんですね。だからどんどん転職して強くなっていく。ソーサラーの話をさせていただくと、ウォーロックっていうのは、まあ、純粋アタッカー、光と光属性闇属性みたいな純粋アタッカーで、エレメンタルロードは、火雷水とかっていうそっちの純粋アタッカーで、ネクロマンサー、ハイサモナーってはデバフを撒き散らしていくっていう役割になってる。ソーサラーだけでもね、これだけたくさんの、分岐がありますと。装備とかあるんだけど、アクセサリーね、これが今装備してるもんなんだけど、まあこれは集めていくのが基本的に強くなると思ってくれていい。これアイコンの左上に HQ ってあるんでしょ、これがハイクオリティで、ハイクオリティスーパーハイクオリティとかっていうのもがあって、それを作ってさらにどんどん合成していくと強くなっていくんですよ、装備が。それがね大変、やっぱ金作して金作してようやく作っていくっていう感じだよね。だから本当に MMORPG で、これがタウンになってるんだけど、このバザーがあるんですね。例えば売りに来たって言って、私が作ったものを売って金作する、あとはここで出品されている他の生産のものを買うっていう感じ。あれよ、1個さアクセサリー売ってさ、あの2万
29,000 ギルデでさ、29,980 ギルデ出すわけですよ。あれ、なかなか売れないなと思ってみたらさ、29,860 とかが5個ぐらい出てて、クソーっつってまた10下げるとかね。王道ですね、本当に。あとね、キャラクターがちょっとね、カスタムができるようになってる。今私猫耳なんだけど、これをね、こういう感じでアバター変更ですね。これはステータスとは基本的にそこまでじゃ関係ないんだけど、アバターをね、変更できるようになってる。まあリボンでもいいかなーって思ってるんだけど、まあ私に似てね。え？ネット上の私？現実の私？せやな？せやな？まあ帽子とかも好きだからね、これでもいいんだけど、まあとりあえず今は猫耳にしとこうかね。で、キャラクターはさっきも言ったように、ガチャガチャで取得するんですけど、これね、結構確率が優しくて、 SSR が 12.8% で出るんですよ。これ結構高いんですよね。 12.8 ってことは、まあ100% ではないけれどね、10連すると1枚出るという期待値を上回っていることになるんですよね。だから確率こんなに高いくていいのかなっていうぐらい、最近の確率表記されているガチャガチャでは高いんじゃないかなと思いますよ。ちなみにね、私今回は今のところ無課金で遊んでおります。今んとこ無課金っていうことね。というのも、シロアくん、ギコちゃん、ジャジャーン、菊池さんっていう3人って、言ってそうじゃん。だからここは一つ MMO 配信、ネトゲ配信の力をね、見せるには、まあ一人ぐらいで無課金で、あれ無課金なのにやるじゃんっていうところがお見せできたらいいなと思うんですよ。でこれね、ニーズヘックっていうのいるでしょ。これもう喉からね、手がね5本ぐらい出るぐらい欲しいんですけど、持ってないんだけどで、落とすと決めたら逃がさないぜ、こういう感じで喋ると。私の一押しキャラね、天がそなたを導くじゃろ。高間ヶ原の神々は実に愉快な者たちばかりなのじゃ。かわいい、我らを楽しませておくれ。かわいい、これ一押しですね、私のアマテラス。わかる、これボイス、ボイスマニアの皆さんこんにちは、わかる。そうですね、私と同い年の声優さんですね、堀江由衣さん、17歳ですね。私と同い年の堀江由衣さん、堀江由衣さん17歳、うん、そうだと思いますよ、うん、間違いない、うん、私も17歳かな。これが一番可愛いと思ってます、私。ちなみに一押し、さっき一押しはこっちだな、私これが一番好きかな、フレイヤ。みんな私のお友達よ、行きますよ。英雄の皆さん、戦う準備はいいですか。カヤノンですね、声優が。これを入れとくとやっぱ敗北はないかな。秘密のお話しませんか。わかる、敗北はないですね、これ敗北はないです。あとそうだな、あ、ギルドを見せときましょうか。ギルド、これ私ギルマスなんでね、日刊カレーライスがギルド名ですね。私のコメントね、毎日カレー食べうお、毎日カレー食べうおっていうね、日刊カレーライスハイプレイしてますんでそれじゃあね、クエストの方を最後にねお見せしたいと思います。そうだな、どこにしようかな。ちなみに私メインクエは全部終わっちゃってます。あんまり進んでるところ出しちゃうとネタバレになっちゃうで、2章ラストでいいですかね。
裏門に立ちふさがる鉄巨人、これって言いますか、すぐ出発。今のロビーで待ち合わせとかできます。で、乱入 OK にすると一人で進んでても野良でどん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 人がマッチングしてくるというシステムになってます。今回一応オフにさせていただきますね。ではいきます。で、カードね、今操作欄でこういう感じになってます。これね、それぞれ特色があるんですよ。ロールボーナスってところがあって、ここを見ると今アットっていうのが紫色のとこついてんじゃん。これは要するに操作欄が使うとロールボーナスといって、操作欄だけちょっとこの月読みちゃんは強くなるよとかね。で、これアマテラスだとソーサラーとヒーラーが強くなるよ。別にファイターやハンターに入れても構わないんですけどね。その辺はケースバイケース、戦略を練って手持ちのカードで戦略を持ってデッキを組んでいくっていうシステムになってます。ではいきますね。見て、この下から2番目アリアちゃん、これがね私好きなんですよ。わかった？アリアちゃんが私の好きな結城葵さんが声を当ててます。で、右下にオートバトルってあるんで、このオートを選んでおくと実は難しいところじゃなければ周回できます、オートで。だけど難しいところ行ったら当然無理だよ。だからオート解除してとりあえず今回はやっていきましょうと。で、こうやってやっていくじゃん。で、HP の下に四角いゲージが出てるじゃん。それがターン数。ターン数なんですよ。だから、さっき言ったように、長い詠唱を行うと、バレる。まあ、これはシナリオだからいいけど、対人だとね。例えばこれ打ちますよね。そうすると私の HP の下に四角が9個出てるんですよ。そうすると、操作は私これ火力ガン積みなんで、止められに来るんだよね。私をスタンさせたりデバフかけて攻撃を下げたりとかっていうことをやられる。で、今かっこいいね召喚の演出が入ります。で、鉄巨人敵の方にね数字が3、5、8とかあるんですけど、これね、例えばそうだ、鉄巨人の多分4がね全体資産とか決まってるんですよ。で、それは公式ページに載ってます。だからそれを見て挑んでいく。今私スタンしたね、スタンしたからね、こうやっていく。ちなみにこの今使ってるこれね、ベルゼブ、これは、ま、闇の攻撃力をかなり上げる。だからその後にこの闇のルナバーストとか闇のさっきやった、バハムートを打つと強くなりますということね。無双モードとかって、無双だと炎症が半分になったりとかっていうものもあります。で、これ見て、あ、かかんなかったね、痛恨スタン撃。今のスタン撃食らってファイターさんがスタンしちゃうんですよね。で、スタンすると何がつ、あ、ほら見て、ボスの下ゲージがいっぱいあるでしょ。これをソーサラーはぶっちゃけあんまり何もできないんだけど、ハンターさんなんかだとこれをスタンできるんですよ。できなかったね、 CPU ですからね。そうするとスタンしたよね、3人。だけどファイターはスタンしなかったのは手前にバリアがついてるから、これはスタンバリアって言ってスタンを防ぐんですよ。だから炎症中に全員にスタンバリアを張るとか、もしくは炎症をこっちのスタンとかデバフで止めちゃう。そうすると炎症が止まるということは、またリチャージしなきゃいけない、リキャストが入るんですよ。例えばこれバハムート私打ちますよね。そうするとこれもほら顔がさ黒くなってちょっとリキャスト入るんですよ。これが結構長いので、例えば対人戦でね、私バハムートキャンセルされたりするとあーってなるわけ。さっちゃんなんで今スタンバリア入れてくんなかったのとかそういう感じになる。ただね、このゲージの下に HP ゲージの下に MP もそうだけど、その
炎症のバーが出てるっていうのが本当にポイント。それを把握したりしてうまく戦術を組み立てて戦っていく。まあこれはシナリオのボスだからね、あれだけど。でちょっとオートで行ってみますね。オートで行くといい感じでやってくれるようになります。一番ねこのゲージとかを気にしないといけないのはやっぱ対人性と降臨ね。降臨なんかだと本当にこういう敵の必殺とか止めたりうまくやらないとクリアできないんですよ。だからねあらかじめ敵のことを全部調べて、でデッキをちょっと組み替えたりして行く、挑む。で失敗しちゃったらここでね、すいませんすいません今の必殺キャンセルできませんでしたとかねやるとね、みんながねドンマイドンマイっていうふうに打ってくれたりねするんで、まあそうですね。あとはね、まあもちろんチャットも打つことができるのね。そうするとこういう感じで打てるんで、そうだな、ちょっと前にね出たアポロンっていう、まあフェスゲンのカードでフェスが始まらないと手に入らないんだけど、アポロンっていうのは3秒間だけダメージが100倍になるっていうデバフを敵にかけるんですよ。ただ3秒なのね、3秒なの。だからここで、あ、倒しちゃった。ここでさ、アポロン打ちますとかアポロン用意しますって打ったりするとみんながやった時にコードというところに打って連携取って、ダメージを取るとかね。演出面とかとりあえずよくできてるっていうところで置いといて、じゃあゲームとして面白いのかっていうのがね大事だとは思うんで、それはもう間違いないです、間違いないです。だってこんなに2人でずっとやってるんだから。で早く育ててみんなに追いついてロキをね倒していきたいと思います。まあ2回3回4回とねうちのチャンネルでなんか企画して、やなんか企画ってわけじゃないけどなんか降臨行ったりとかねなんかやっていこうと思いますので、これからね黒騎士と白の魔王見ていただければと思います。ダウンロード先いつものように概要欄貼っておきますので、そちらからダウンロードしていただければと思います。というわけで黒騎士と白の魔王でした。最後まで見ていただいてありがとうございました。じゃあまたね次回の動画見ていただければと思います。じゃあまた周回しに行ってきます。バイバイ。